ちゃんと仕事をしてるところ見せちゃおうかな。それは大変だ。俺の我慢が持たなくなりそう。ごめんね、驚かせちゃった。声はかけたんだけど集中してたし聞こえづらかったよね。いいのいいの。それよりそろそろ何作ってるか聞いてもいい？なるほど。じゃあ助手を雇うのはどうかな。そう、レシピの読み上げとか材料を混ぜるくらいなら俺でも手伝えると思うんだ。それにその方が君も何度もスマホを見返さなくて済むでしょ。俺もすぐそばで君を見ていられて万々歳。バレたか。その通り、頑張る君を見守ってました。でも白状すると少しだけ寂しくなって声をかけたんだ。そう来なくちゃ。次はカットしたリンゴを煮詰めるんだね。
と材料は、まずはフライパンに大さじ1の水と砂糖 60g を入れてキャラメルを作る。じゃあもっともっと美味しくしちゃおう。もう一度水を加えて。次はブランデーを大さじ2、それからちょっとしたスパイスに恋人からのキスでしょ。秘密なんだけど、これは門外不出のレシピなんだ。これは本場のフランスにも引けを取らないくらい絶品だ。そんなことないよ。先生あってこその助手だしね。それにしてもこんなに美味しくできるとは。やっぱり秘訣は最後のスパイスかな。喜んで。一かけらも残さずいただくつもりだよ。力は使うためじゃなくて守るためにある、なんてかっこいいことを言っちゃった。ちょっと最近頑張りすぎじゃない？俺の適当さを見習いな。今日暇？じゃあ俺とデートするか。そう固いこと言わないで。はい、フローズンヨーグルト。いやあ、今日もよく働いたね。そろそろ眠くなってきちゃったかな。じゃあ